18歳になった。大人の女に憧れてみる。花のように美しく咲きたい。少女から女へと季節が移りゆくように。
顔。まず好きなところは大きな目と口、お調子口だから。あと耳、福耳ってよく言われます。だから好きかな。嫌いなところは、鼻、ぺちゃんこだからもうちょっと高くなりたいなって思っています。自分の性格は明るく元気で、せっかちで頑固でちょっとわがままな面も持ってる女の子だと思っています。自分のスタイルですか。ナイスバディとは思うかな。少しはちょっと思います。自分を動物に例えると、そうだな、タヌキとかアザラシとかかな。理由は、よくタヌキ顔って言われるから、タヌキが一番似てるかなと思います。冷たいジュース。あ、ありがとう。よいとくね。でも飲めない。手が振ってない。飲めません。身長158センチ。サイズは上から80、56、83。自分で言うのもなんだけど、立派に成長してるでしょ。普段はあまり焼いたりしないんだけど、今日は特別。大きな太陽に抱かれて地球の一部に戻ってみるの。渚という字は、波と涙に挟まれた人。いくら泣いても涙は海へと帰ってゆく。美穂はまだ一人で泣いたことがない。そんなに切なく悲しい恋は知らない。大人の恋ってどういうの。楽しく笑ってるだけじゃダメなのかな。これから気持ちいい汗をかいていきます。
一番好きな言葉、そうですね、希望っていう言葉が好きかな、うん、理由はやっぱりいつも希望を持って生きてたいっていうから、うん、生きてたいっていうのが自分の思いだから、希望を持ってるといつか必ず辛いことがあっても幸せになれると思うからです。目を見てもらいたいけど、まあいっか。よし、できません。無理だやっぱりね。好きになった男の子は足がすごい速くて、まあ、運動神経が抜群で、ですごい背のちっちゃい男の子でした。みんなから可愛いねって言われてた男の子でした。理想の男性像、まあ、タイプは年上で頼りがいがあって、私をちゃんとしっかり怒ってくれる人が好きです。今までで一番悲しかったこと、そうだな、振られた時悲しかったかな、告白して、振られた時、中学校の3年生の時、校舎の裏に呼んで告白したんですけど、その時はね OK もらって付き合ったんだけど、1週間で振られてしまいました。向こうがね二股かけてました。で、私の方が、振られてしまいました。あ、ゆっ
構斜めってるよ。あこの水がびっ、まっこ食べて行こうか。わあ、あ怖いよ。待って待って待って、あー怖い。大丈夫？あーぶつかるよ。どうでした？心臓が止まる。もう一回乗りますか。もう一回。男の子を意識し始めたのは、小学校の 5,6 年生ぐらいかな。胸が膨らみ始めたのは、そうですね、小学校5年生ぐらいです。ブラジャーをつけたのは小学校6年生かな、うん、初めて黒いブラジャー、あまり私黒いブラジャー持ってないから、最近かもしれない本当に、うん、1年前ぐらいかな、17の時かな。うん、やっぱり黒い下着って憧れだから、うん、なんか、うん、少しは思ったかな。うん、自分のことでも、うん、エッチだと思いますね。まあ夜になったり、まあね、テレビとか、まあ、ベッドシーンとかあったら、ドキドキもするし、なんか、うん、エッチな気分には少しはなるかな、正直言って。矢部美穂、逆立ちします。一斉なので、あー怖い、できないな。押さえてくれたらできる。ピョン、あ、いきます。誰かに、練習します。疲れた。小さい頃どんな女の子だったか、うん、私は小さい時は結構おとなしい子だったんですよ。だから学校でも目立たない子でした。その頃の夢はですね、まあ普通に結婚できればいいかなって思ってましたね。芸能界に入ろうと思った時はですね、中学校1年生の時かな、きっかけはですね、友達と2人で芸能界に入ろうか急に思い出して、で、まあ、受かったら受かった時だよ、落ちた時は落ちた時だよ、まあ、そんな簡単なノリで、応募して、そしたら受かってしまったって感じですね。早く私を捕まえて。本当はあなたに抱かれたいの。優しく美穂って呼ばれてみたいの。恥ずかしいからふざけてしまう。臆病だから笑ってしまう。美穂の心は天の弱。
早く私を捕まえて。力いっぱい抱きしめて。愛情、お金はね、信じないな。やっぱり愛って大切だと思うから、うん、愛かな。うん、やっぱり女に生まれたいですね。うん、理由はやっぱり、うん、そうだな。女の子ってやっぱ男の人ですごい人生変わると思うから、そういう面でもワクワクもあるし、ドキドキもあるから、また女に生まれたいっていうのはありますね。うん、神様はね、私はいると思うし、 UFO とかも信じる方なので、神様は絶対いると思います。そして私を守ってくれてると思います。それでは自己 PR をしたいと思います。昭和52年6月7日生まれ、今年で18歳になりました。皆さんプレゼントどうもありがとうございました。これからの活動なんですけども、7月5日に写真集が発売されました。タイトルはピュです。皆さん買ってくれたでしょうか。そして8月25日にコスプレ戦士キューティーナイト V シネマなんですけども発売されますので、皆さんそちらの方も見てください。これからも矢部美穂は頑張っていきますので、皆さん浮気しないようにお願いしますね。応援してください。せーの、よし。どうなってるんだろう、わかんない。まずいよ。これ頭上げなくちゃいけないのかな。まぶしい。生まれてきたのが嬉しくて泣いてばかりいた私、言葉を覚えて一日中喋ってた。走ったり転んだり、気がついたらこんなに大きくなっている。サナギが蝶になるように、美穂も女に成長する。可愛い女、素敵な女、どんな女になれるだろう。期待と不安、楽しいことだけじゃなく、きっと悲しい思いもいっぱいする。だけどどんな時でも笑っていたい。みんなを愛し、そして愛される、そんな素直な女でいたい。
様。おいしそう。ちょっとください。おいしい、本当においしい。あー、食べますか。お疲れ様です。乾杯。美穂ちゃんとセクシーになっていましたか？ちょっと目を離すとどん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 素敵な女になってしまいますよ。今度ファンクラブの方もできますので必ず返事書きますからお手紙ください。待ってます。それではまたお会いしましょう。バイバイ。よー、またね。バイバーイ。バイバーイ。